西村ちなみは、日本の政治家、国際関係学者、立憲民主党所属の衆議院議員、衆議院議員の本田平直は夫で、戸籍上の姓は本田、立憲民主党新潟県連代表、立憲民主党自治制度調査会長、厚生労働副大臣、外務大臣政務官、新潟県議会議員等を務めた。2009年11月24日、国際連合開発計画総裁、 ヘレン・クラークと2010年2月19日、欧州議会議員イーボ・ボイグルラと新潟県吉田町、米ノーツ生まれ、吉田町立米ノーツ小学校、吉田町立吉田中学校、新潟県立三条高等学校、新潟大学法学部卒業、大学在学中、1年間休学して、太陽国番国士ユニオン語学学校に留学、多賀秀敏ゼミで、政治学を志し、 国際関係論を専攻した。1990年、新潟大学大学院法学研究科修士課程に進学し、同年9月から英国ブリストル大学法学部に留学。1993年、新潟大学大学院を修了し、修士号を取得。その後は、新潟産業大学や競馬学園大学、新潟清涼女子短期大学で非常勤講師を務める傍ら、 NVC 新潟国際ボランティアセンター事務局長を務めていた1998年11月民主党に入党1999年新潟県議会議員選挙に立候補し初当選した2003年第43回衆議院議員総選挙に新潟一区から民主党公認で出馬し自由民主党前職の吉田六左門を破り初当選した2005年の 第44回衆議院議員総選挙では、郵政解散により自民党に追い風が吹いていたが、新潟一区で自民党の吉田を破り、再選。2009年、第45回衆議院議員総選挙では、恩師である田川秀俊教授の支援も受け、新潟一区で吉田を破り参戦。選挙後に発足した鳩山幸男内閣で、外務大臣政務官に任命され、官内閣まで務めた。 2011年、野田第一次改造内閣で、厚生労働副大臣に任命され、2012年、野田第三次改造内閣まで務めた。2012年の第46回衆議院議員総選挙では、新潟一区で自民党新人の石崎徹に敗れ、超福陸候補していた比例北陸新越ブロックでの復活もできず、落選した。2014年の 第47回衆議院議員総選挙にも新潟一区から民主党公認で出馬し、自民党の石崎に再び敗れるも、超福陸候補していた比例北陸新越ブロックで復活し、2年ぶりに国政に復帰した。2015年1月の民主党代表選挙では、自身が外務大臣政務官を務めた、鳩山、菅内閣の外務大臣だった。 元代表の岡田克也の推薦人に名を連ね岡田が代表に選出された。連邦代表の辞任に伴う2017年の民進党代表選挙では、菅直人や有田吉浦党内のリベラル系が大末枝野、幸雄の推薦人に名を連ねたが、枝野は前原誠治に敗れた。同年の第48回衆議院議員総選挙に際し、前原代表が9月27日、 民進党を事実上回答し、希望の党からの立候補を容認する方針を表明。西村は希望の党に合流せず、新潟一区から無所属で立候補する意向を示していたが、10月6日に立憲民主党からの出馬を表明。西村の出馬を受けて、日本共産党は新潟一区に擁立していた候補者を取り下げて、西村を支援し、 新潟1区で自民党前職の石崎を破り当選した。2010年1月15日、アメリカ合衆国特使ロバート・アール・キング、外務副大臣、福山哲郎らと2009年10月22日、フランス外務、ヨーロッパ問題大臣、ベルナール・クチュネルらと2016年4月25日の午前7時過ぎ、新潟市西区の指導交差点で、西村が運転する乗用車が、 横断歩道を横断中の中学3年の女子生徒を跳ね、生徒は顔や肘に軽い怪我を負った。交差点で前の車に続いて右折しようとした際、前方をよく見ておらず、横断歩道を左側から歩いてきた女子生徒に気づかずに跳ねたとみられ、西村は事故を起こし、深くお詫び申し上げるとのコメントを出した。2017年3月18日に記者会見を開き、 当時会計事務を担当していた民主党新潟県第1区総支部の現職員により約3360万円の政治資金を着服されていたことを明らかにした。現職員は総支部のほか、西村が代表を務めていた資金管理団体、西村ちなみと100人委員会、講演会、里市水会から政党助成金を含む政治資金を着服し、 2013年に退職した際、公認者への引き継ぎで着服の事実を打ち明け、知人が投資に使ったと説明。2019年2月8日、新潟地方検察庁は、現職員を業務上横領罪で在宅起訴した。2017年の第48回衆議院議員総選挙に際し、西村への投票を呼びかける文書を約2万人の有権者に対して公示前に送付した。 公職選挙法違反の疑いで、西村の講演会関係者2名が書類送検され、うち1人が略式起訴され、罰金30万円の略式命令を受けた。ありがとうございます。